と猪狩 BPM の猪狩敦子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日カワセリンカーネーションお会いでした。はい、また今年も私は大好きな涼子さんと一緒に舞台が立てて嬉しいです。嬉しいです。では涼子さんから意気込みを。はい、三国志はすごくずっとやりたかったのですごく嬉しいです。でもいろんなところでモチーフにされているので今までで一番新しい面白いものになる、なと今日思ったので頑張ります。あなたは？私は三国志本当に知らなくて、で、男の人がいっぱい出るっていうのしか知らなくて、ね、いっぱい戦うっていうのしか知らなかったので、まさか関われるとは思わなかったので、ちょっとでもこう戦いのシーンに食い込んでいこうかと、はい、ちょっとふつふつと狙ってるところでございます。頑張ります。はい、頑張ります。西田君の作る三国志はどうなの？一筋なんじゃいかないんだろうなとは思ってはいるんですけれども、だから何ですかね、先に彼の頭を先読みして面白いものが出せるように稽古場には挑みたいなと思ってます。あこにゃ、私はハカという役をやらせていただけると先ほど聞いたんですけど、ちょっと本当によくわからないスタンスみたいな感じなので、極力本当に出演者いろんな人と絡めるようにこう、あと本当に西田さんの作る世界観で三国志で作ったらどうなるんだろうっていうその楽しみは本当にあるので、どんな西田ワールドが出来上がるのかはこうそこにちゃんと染まれる墓でありたいなと思っております。素晴らしい、素晴らしいです。では2月10日よりスペースゼロにてお待ちしております。待ってます。待ってます。